こんばんは。こんばんは。ばんちゃん、ありがとう。みーさん、ありがとう。こんばんは。見てください、青タンができてる。青タンなんかここなってるんだけど新しいの買いました。じゃじゃじゃん、揃えました。見ないで別に見ていいけど、そう、この銀色に合わせてここも買いました。ゆめちゃん、おしゃれするときはこれにして、遊ぶときとかはメタモンにしたいと思います。綺麗わらとはどういうこと。何が何が。まるさん、ありがとう。アポウォッチ、まるさん、ありがとう。あの青タン見てじゃないよアプローチ見て、アプローチのこれを見てっていう意味で新しく買ったんです。しょいさん、待ってたよ。かけじゅう、ありがとう。待っててくれてありがとう。ありがとうございます。って見てください、買いました。結局買いました。ウォーチ、今何時。1万1大事。シュアのバンド送ろうと思った。シュアのケースなかったから。シュアのケース、どういうこと。別にね、ケースとバンドはね別でいいんだよ。ギザリさん、ありがとう。神谷さん、かわいい、ありがとう。山田さん、ありがとう。迷ってたやつ結局買った。ここで、これは本当はここスマホもやるんですよ。スマホとこれで超かわいい買いました。なんかやっぱ買いたいなと思ってそうです。まあ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 。でなんかね、ちょっと気になってたお店があって、ちょっとこのカバン、最近カバンめっちゃ欲しくて、マジでカバン欲しくて、そう見に行ったんですよ、パルコに。そこに入ってるから服も可愛くて、待ってみたいな、え、可愛いんだけどと思って。最近私服そんな可愛いと思わない時期なんていうの、可愛いけど欲しいなって思わない時期だったの。なんだろう、あ、なんか思ったより思ったん違ったみたいな、ずっと思ってたんですけど、最近そんなことなくて、え、全部可愛いみたいな、え、全部買い占めたいんだけどみたいな、今気持ち、なんだろうねこの気持ち。そうで、お洋服とかもいっぱい見てきて、欲しいのあったんですよ。で、いや、お値段も全然そんな高いとかじゃないから買いたいと思って、で1個ね、めっちゃちっちゃいこんぐらいのカバン、ふわふわのカバンがあるんですけど、3000円なんですよ。え、買いたいと思ったんですよ。でもこんなんですよ、財布も入んないんですよ。だから、みたいな、どう使ったらいいんだろうと思って。私財布まず折りたたみっちゃ折りたたみなんですけど、分厚いやつだから、でも絶対無理だと思って、これさ、スマホとかもどうするわけと思って、マジでポケカー入るけど入れる必要ないかも、なんか、みたいな、どうやってこれ使うみたいな。だからもうそのままママに聞いたよ、これどうやって使うと思うって言ったら、これはね、そのままそのままお金入れるんじゃねみたいな、財布として使う、あ、やっぱそうなんですかね。え、でも財布として使ってたら買えるかしない、さすがに。だってカバンに生にお金入ってるってことでしょ、こんぐらいのふわふわのカバンに。やばない？ちょっと低くない？私引いちゃうかも。え？みたいな。マジ？わかんないわかんない。そういう使い方なのかもしれない。そういう使い方のカバンを見たことなかったからそう思うだけかも。集金かな？そう。ミニマリストの人はそうなんですか？あ、なるほどね。だからミニマリストになれるってことか。まあ、こんぐらいだから確かに許せるのか。確かに中はもう普通にそのまま何も仕切りない、なかったです。飾りとして何も入れずに身につけるだけなら。お財布とかどうするんですか。リップとか絶対持ち歩くじゃん、メイク道具ちょっとは持ち歩くじゃん、絶対無理と思ったもん。財布だと思えば、確かにそれがさ、新しい財布だと思えばいいのか。確かに。ピッピさん、ありがとう。そうで迷ったけど買わなかった。
そう、物欲が出てきてて。アンペなんかやるかしない、ありがとう。でそれがね、パルコのなんだっけ、ちょっとお店の名前ね、英語多いじゃないですか、英語覚えられないんでしょ。で次行ったお店で可愛いワンピースがあったの、めっちゃ可愛いと思ったので、6000とかですよ、6000、7000ですよ、うわーと思って。私好みだったのデニムの大きいシャツみたいな、めっちゃ生地もいい感じで、うわーって思ったんですよ。でなんか丈感もめっちゃ短いわけじゃなかったから、わいい、今ね多分ね流行ってるんですよね、ちょっと大きめのシャツみたいなやつが。ビビッと来たんですよ、買いたいと思ったけど買わずに出てなんかそう気が引けて、でその後ナイスクラップに行ったんですよ。じゃ可愛いカバンをマネキンがつけてて、ピンクのキラキラの、最近流行ってるんですよこういうなんかね、メイクポーチみたいな形のこういうやつ、こういう流行ってるんですけど、それのピンクのキラキラがあって可愛いと思って、これ水色だったら絶対買いたいと思ったので、でもそれはピンクとあと黒と白のちょっと形じゃないわ、絵柄が違うバージョンだったんですよ。でそれは違うと思って中入ったら、ハートのカバンがあってのそのピンクバージョンと黒とあって、え可愛いと思ったんで、ちょっとそこでネット検索したら水色があったんよ。それでえ水色欲しいと思ったけど、その時そこのお店にはなくて、水色が絶対水色あったら私買ってたもん。プレゼント鈴木さんプレゼントアピールじゃないですよ、今日の報告なので届いたら嬉しいですけどチェリーさんありがとう、山田さんありがとう。そういうアクセテイストでパーティー会場とかへ持っていくんだけど、せいぜいリップやハンカチ入れるぐらい。まあそうだよね、でもさ日常生活で使うんってさ、あれじゃない、買った意味って思っちゃう。写真送って何だったかな、今お店、私が行ったその本通りのねナイスクラップ、わかる、もう1個でさ店舗立ってるから目立つじゃん、そういうところはなかったけど、ウェブにあったからちょっと検討って感じで、最近カバンが欲しいっていう気持ちでいっぱいなんですけど、なんかね買ったら新しいやついっぱい使うんですよ。でなんかよくないじゃん、いろんなやつを使い回せばいいのに、なんかハマったら1個のことにやっちゃうタイプですね本当にこんばんは、吉国くん、うとうさんありがとう。そうハートのカバン可愛かったです水色の、えでもね全然銀色もね可愛かったし、ピンクもいいなと思ったけど、なんかさピンク持つのはなと思って、やっぱ水色とかそういう色が好きですね、やっぱり水色とか好きですね。わがままって読むのかな、今のうちわがまま言っちゃおっかなたくさん言ってんのにプレゼントは11月2日までだよ、言ってみる見せるいいですよね。最近プレゼント見に行けてなくて、多分公演、四国の公演の時に見れるから、いくらいくらだったかな、6000、8000かな、6000かな、6000な気がする。別に買いたいと思える値段なんだよなと思ってそんな1万とかだったらさ、さすがにうーん買わないかなって思うけど、なんか手ちょっと手で届くから悩んじゃうね手に届く。ナイスクラップのハート型のポシェット、水色、うん、キラキラついてるやつ、なんかキラキラ赤ちゃんみたいにキラキラついてるやつみたいな。ミント食べる方ですか、グアピーさんお疲れありがとう。もっとわがままであっていい、あ、ほんと、言わせるだけ言わせるのはやめてねわがまま言ってあなちゃん、え、デザインしたパーク送ってもいいですか、私のデザイン、私のためにってことですか、デザイン、すごい、そのことできるんですか、すごいですね、ぜひ待ってます、嬉しい、すごいね、バスギアさんありがとう、どれや
そんな修行わがまま言うつもり？え、ユニバ買ってほしいって言おうとしてたんだけど、ダメですか？ユニバ、ユニバーサルスタジオジャパンを買っていただきたいんですっていうわがまま言ってもいいですかね。タンプレどっちあり、ああそうですね、私誕生日迎えるんですよ STU で。21歳になるのやばいもん、私21歳になるんかって感じ。大人女性になりたいなって思いつつ、まだ言うて28歳とかになったらもっとこう21歳って子供だなって多分28歳とか30歳の時は思うと思うから、楽しみたいなって思います。なんか今は割となんか大学生でも制服ディズニーとかやってたりとか、なんかミニスカとか全然履いてる風潮がどんどんあるので、まだまだ可愛く生きていけれるなって思ってます。サックススパンコールってやつ、そうかも、スパンコールついちゃった気がする。それかな。あったさんありがとう。21歳の意気込み、ちょっと早い、まだちょっと早いよ。桃鉄、ミシェルボイさん結婚してありがとう。でもなんかプレゼント迷いますって結構言われますね。言われる、何が嬉しいですかとか、何が欲しいですかって担当直人に聞かれる方もいらっしゃるんですけど、聞かれると難しいですよね。何欲しいっけってなる。タンプレいつまで送れますの？11月2日着です。11月2日に届くように、だから11月2日に送って、届くならいいんですけど、11月2日に送って11月3日とかに届くんだったら多分ダメだと思う。融通聞かないのかな、まあ、聞かないと思います、知らんけど。マジ知らんけど、ちゃんとそこはね厳しいので。アリンコさんありがとう。21歳早いぞ、毎回言われる、誕生日迎えるたびに。注文するだけ、間に合うかな、間に合うかな。1000円オフクーポンってネットでやった、あそうなんだ。規模でかすぎ、ダメ。お手紙だいぶ書いた、楽しみしてます。二十歳の思い出は、確かに二十歳の思い出はねいっぱいある。まず二十歳の最初のお仕事が M ステだったんですよ。えぐくない？だってもうさ、二十歳の誕生日の時やっぱさ、大体さ区切りの時って10歳の誕生日、二十歳の誕生日で、二十歳の誕生日一番成人式とかで一番じゃないですか。二十歳の誕生日何しとったんって会話になるかもしれんやん、普通に。19歳の時何しとったんとはならんけど、一番確率が高いのって二十歳じゃん。その時に私 M ステ出たって言えるんですよ。えぐくないですか？えぐいよね。スクラップターマン待ってます。ニューハートエンブレームショルダーバックサックスバンコールっぽい、うんかな。うるるうるる、それは一生の忘れられない、そう絶対忘れ、一生でも自慢できる。マウント取れますね。観覧って言いそうになる、確かに観覧したんみたいな、いやいや出たんよ。出たんよ。しかもすごい出演者さんも豪華で、日向坂さんもいらっしゃったかな、やばいですよね。なんかないんだけど、どれで見たんだっけ、あ、LINE に送ったわ。わかる、みんなこれなんかね、そう
かぶりそうと思って送れなかったですみたいな言われることあるの、いや誰からも来てないんだけどみたいなありました。実際なんかありました、かぶると思ったから送らなかったや、でも誰も送らなかったねみたいなニューハートエンブレムショルダーバッグですね。え、公式限定なんだって水色は。なるほど、だから売られてないんだ、公式限定なんだ。サックススパンコールってやつだ、公式限定だった。超可愛くない？私これのこれっぽい靴持ってるんですよ、夏に合わせたいなと思った。5900やった。テンションゆずさんとおとありがとう、さまきさん結婚してありがとう、チャリさんハートありがとう。 DMM のサイン入りポスターカード申し込んだ、お、ありがとう。タガケイさんありがとう。何個来ても大丈夫そう来ないよりは嬉しいよそう、ピオリン、ピオリンだよ、ピオリンだよ。化粧水しよう、あ、今日皮膚科に行ってきました。今日皮膚科に行って調子どうって言われて、まず言い方似てるから、これこれ知ってる人だったら絶対笑える、調子どうみたいな調子どうみたいな毎回言われるんですよ。で、そう、今日はねゆっくり早く寝たいね。でも寝れなそうじゃない、だって13時半とかに起きたんだよ、寝れない確定じゃんこれそう、どうって言われて、ちょっと最近赤みが出てきてみたいな言ったら、そうだね確かに乾燥だねみたいな、今乾燥してるからみたいな、しっかり保湿してください、保湿のクリームをつけときますねって言われて、ありがとうございますみたいな感じで優しかったです。いつも優しいですよ。そう、私が一番におすすめしたい皮膚科です。そう、通ってるから言えないけど、うち通ってるとかさ、ほんまに好きなさ食べ物屋さんとか言わないよね絶対、アイドル言えないもん、本当に毎回行くような場所は言えないもんね、よく行くとか本通りとかは言えるけどでも毎日行ってます、毎日行ってたら本通り行ってますって言えないもんね、全然違う話しちゃいないよ、マジ旬で終わるもん、1分なしで終わるもん診断がマジで回転はいい、それが嫌な人もいるかもしれないけど、そうなの、新しい皮膚科を探すのが嫌なの私、マジで大好きすぎて、そこの皮膚科通いたいもん広島に、マジでそこの皮膚科好きすぎて、であと1回多分行けるのね、行けるというか行くのね、その時になんかおすすめを聞いた方がいいのか迷ってる、でもさあるじゃんなんか、だから聞こうかなって思ったり、でも前東京のメイクさんに、そう私これからっていう話で皮膚科を聞いたんですよ、サクサクしてるのが良いって感じ、あうん、サクサクしてるしめっちゃ効くし超効くんですよ、そのちゃんと薬とかいろいろ出してくださるんですけど、それがもうしっかり効くし、その効果ありませんでしたってことが一切ないし、ビタミン注射ができるんですよ、ビタミン注射となんか顔になんか当てるやつ、ビームじゃないけどなんか3分間みたいな赤いライトに当てらされるんですよ、でめっちゃマジでなんか本当に去年めっちゃ荒れてて覚えてますか、去年めっちゃもうなんかねめっちゃ乾燥とかなんかいろいろ荒れて、それで違うとこ行ってたんですよもともと、けど全然変わんなかった、むしろなんかあれだったか、レーザーじゃないんですよ別に、なんだろうライト当てられる、ライトなんかね歯医者さんのライトみたいな当てられる、でも多分それがめっちゃ良くて、多分何か知らないんだけど、初めて行った時にあーみたいな、かわいそうだねみたいな言われて、で初めてそのめっちゃずっと痒かったの、でもここら辺もめっちゃなんか荒れてて、でそのライト当てた瞬間マジ痒みなくなって、え待ってこれやばいと思って、ここ好きかもと思って、じゃそっから次の日にはもう治ったんですよ私、結構割とすぐに
でもそこの日が大好きすぎて、私もうマジで通いたいもん。出会わないと思う、こんな出会いないと思う。私運命だと運命だと思ってます。そう、広島で肌悩んだらそこに行くべきだと思う。そう、なんか美容皮膚科とかがやっぱいいのかなと思って、私も最初美容皮膚科とかに行ったけど私は好まなかった。でもね、肌ってね、原因がねそんな分かんないからね。病院の先生も原因は分かんないし、言われても納得しないこともあるけど、効果が出たら信じられるよね。さっきもなんかコメントであったもんね、なんか荒れていったら睡眠不足って言われて終わったみたいな。そうなんよね、睡眠不足ですって言われて終わってもって感じだよね。けど効果があればね、運命の枠取られたいける。安くても新幹線で往復3万かかる、夜行バスで行くよ皮膚科のために皮膚科のために夜行バスで行くわ。で、東京から広島夜行バス相当きつくないですか。大阪からは、まあ、大阪広島は別に耐えれるんですけど。そう、そう、帰って聞かなくなったもん。マジでそこの皮膚科様様です。そう、皮膚科一番難しい気がする、ほんまに。さ、先生との相性も大事かも。確かに出てこない、グリーン車で行きなよやばいやばい。そう、赤くなるのは乾燥が多い、今乾燥してるしね。なるべく部屋は加湿器2個で頑張ってるんですけど、4時間はやばい、4時間しか耐えれなかったらやばいよ行けないよ、どこも。6時間は耐えよ、頑張ろう。だって広島から東京が4時間よ、4時間よ。ゆきここくん、ありがとう。広島から新潟は6時間とかかかったよ。7時間6時間だったよ。ボーダーライン。4時間はね、もはや楽しいんよ。私ね、マジで楽しいんよ。広島から東京ちょうどいいんよ。寝て起きてでスイッチしたらちょうどいいんよ。そう、寝るも含まれるからね。カーから広島はね、いや、乗り換えがあるぐらい、岡山で乗り換え。でもね、絶妙にね、乗り換えがだるいんですよ。っていうのも30分ぐらいで岡山に着くんですよ。で、高松に行くなら1時間ぐらいで着くんですよ、高松に。だから1時間半で行けるっちゃ行けるけど、このなんか絶妙、なんか一回なんかね、絶妙なんですよ、その乗り換えが。なんかなんて言ったらいいの、ちょっとさ、寝れない時間なんだよね、ちょっと絶妙。30分とかもマジでなんか嫌だもん。だから岡山の新幹線移動とか好きじゃないもん、私。なんか近すぎて、もはや近すぎて嫌いって何なんだろうね。なんか近くて、え、もう、ま、ちょっと待って、ちょっと早いわ、無理やわってなる30分はきついです、もはや。だから大阪も結構ね、ユニバに行くことに関してはありがたいよ、はい、結構割と1時間半とかで行けるから。でも仕事とかで行くときに1時間半は大阪は、え、ちょっともうちょっと痛かったってなるもん。いや、ちょっと足りんみたいな移動時間足りんってなるもん。移動時間足りんってなるのは意味わからんけど、お仕事だったかだったら、いや、もうちょっと乗りたいみたいな。蒲町とかじゃない、なんかね、ちょうどいい時間じゃないのよ。でもね、いっちゃん登場いいの、ちょうどいいのは名古屋から名古屋までいい感じ、ストレスなくちょうどいい感じかもしれん、うん、2時間
2時間3時間広島の4時間割と好き。うん、そうね、3時間ぐらいがちょうどいいね、移動は。4時間もそう耐えれるけど、移動はね、名古屋がちょうどいいですよ。東京からだったら大阪とかちょうどいいのかな。あ、そんなことない、いや、そんなことあるか、ちょうどいい気がする。東京から名古屋は近すぎる。そうだね、こんばんは。移動をするにあってどう楽しむかっていうのが大事になります。お尻痛いとか疲れたって思ったら負けなんですよ。それを感じないように楽しむのがポイント。広島から名古屋と東京から大阪が同じぐらい、うん、やっぱそうか。広島慣れてるからちょうどよく感じるかも来すぎ長屋から新横浜長すぎる。え、嘘、長くないでしょ。そうかな、山太郎さん可愛い、ありがとう。そう、もうどう楽しむかっていう、そう、うん、そうなんですよ。お尻にいい刺激来てるなって思うのも大切。嫌だねそれは。あー来てるなみたいな。やだやだ。でもやっぱり降りた時の開放感は半端ない。でもね、なんかね、時々私嫌な時あるんですよ。なんかさ、こもってるじゃん空気が。それでなんか嫌になる時ある。あ、空気が悪い時あるじゃん新幹線、あれやだ。なんかなんかいるみたいなぐらいな空気の悪さ。なんか換気したい、してほしい時ない？外の空気吸えた時の安心感はね、いいですね。確かに東京博多は結構きついね。確かにその1時間の差で全然きついよね。かずのりさんありがとう。竹松さんかわいい、ありがとう。レンボースターありがとう。たかけいさんパワーありがとう。スタバ行ってくる、行ってらっしゃい。あー確かに乗り換えが多いと疲れる。マジでそう、本当にそう。乗り換えってね、なんであんな疲れるんだろうね。なんか頭も使うよね。みたいな。東京とかやばいもんね。大阪とか、大阪はやばいのかも。ドアのとこ空調がいいのでぜひ。うん、ドグラスさんありがとう。こんばんは。東京博多はパックの飛行機の方が安い。うん、そっかそっか。早めにねできたら飛行機は安いですよね。しかも博多は飛行機があれですもんね、ちょうどいい飛行機場、空港がちょうどいい場所にあるっていうから。行ったことはないんですけど、めっちゃいいですよねそういうのが。新幹線乗らなくなりそうですね。そうなんですよ、そうなんですよ。マジで今までこんな新幹線慣れてきたからさ、なんか久しぶりに新幹線乗ったら辛くなりそうだよね。でも大体新幹線乗るときは仕事とかじゃなくて、もう楽しむときに多分乗るものになると思うから、新幹線の過ごし方も変わってくると思う。多分もうメイクしてるし、多分新幹線乗るときは髪の毛もしてたりとか。今まではそのあっちでメイクフェスとかでお仕事で行ってたらマジ髪ボサボサで朝寝起きで行って、新幹線もガチ対策してこうなんかネックピローとか、なんか私光があると眠りにくいからちょっとこういうなんかかぶるやつ持ってったりとかして対策してたんですけど、そういう乗り方ももうなくなると思いますね。できなくなりますね、恥ずかしくて。もはや今なんかアイドルっていうなんか看板を掲げてみんなもいたから、大人数のそういうもう大人数みんながそうだったから、誰一人として完璧な状態の人がいなかったからできたけど。よし、キュンデスおじさんありがとう。
新幹線通勤、あー確かに。どこにどこに通勤しようかな。ユニバ行くのも新幹線落ち着きそう。そんな頻繁に行かないから新幹線がいいな。夜行バスきつくない？大阪から東京何時間なんだろう。なんかちょうどいいフェリーがあったらいいのにって思う。フェリーがあったらな。うん、他の行きたいい行き方、ユニバに行く、東京からユニバいい行き方教えてほしい。空港から博多駅まで10分。え、超近じゃん、超近、近じゃん、近ちゃんみたいになっちゃった。近、あ、すみません、結婚してありがとう。そう、みんなとだと恥ずかしさがなくなる。でもユニバもほんまにそんないっぱい行けないから、もう8時間、あ、8時間ならいい、横になれる夜行バス、うん、タクシーがいいんじゃない。何万、何十万、何百万、何百万いかんか、何十万になる。タクシーの運転手も嫌でしょ。でも無理ですって答えれるんじゃない、知らんけど。そういうところ頼んだらできるのかな。横になれる旅行バス東京か大阪あるよ。教えてください。そうなんだ。東京大阪便によるけど意外と短時間で着くよ。あ、バス、でもね、2時間かな、2時間とかかな、2時間半とかかな、東京から大阪だったら結構辛いよね。東京から大阪のその日帰り結構きつくない？日帰りきついなって思う。2万しますけど。は？新幹線の方がいいじゃん。新幹線の方がいいじゃん、それは。とても2時間半か、新幹線2時間半で新大阪降りて移動するってなったらほぼ3時間じゃないって思ったら、3時間かかんないか。でもまあまあまあ見積もって3時間としたら、始発が6時だとしたら9時に着くんですよ。9時に開園ですよ。で帰りは、あー、でもいいのか、そっか、配信しなくていいのから別にいいのか、配信のこと考えないで。いけるっちゃいけるのか。2時間半、うん、でもまあまあ割と辛いと辛いね。まあでもいけるっちゃいけるのか。ドリームスリーパーだよ、2万。今夜行バスセールで大阪東京2200円の激安、激安すぎる、怖いわもはや。どんな席なんだろう。普通の席かもしれん、それはちょっと辛いかも。カビアテさんありがとう。助手席に座るのは好き。全然いいですよ。あ、送ってくれるんですか。あ、嬉しい。お土産持っていくよ。神奈川何が有名なんですかね。クリミッコ、ママがとパパが好きなんで、クリミッコで送ってください。クリミッコで送るのはちょっとね、やばいね。なんとか なしの4人掛けのバスは死んじゃう、私。死んじゃう。2200円だと一番狭い席きつくて。そうだよね、1700円の日もある。やばい。でも困ったらそれね、バッキバキだね本当に。明日スーパーマリオブラザーズワンダー、明日なんだ。なんかゾウみたいなやつよね。ウィーダーのリーボーンはおすすめ。なんだろう、マジレスとプラットこだまで大阪がいいよ。でも大阪は割と友達が多いから、そう、やっぱね、香川だと関西の大学に行くが多いの。でもね、就活に入ってるからみんな、そう、タイミング合わないかもしれないけど。友達が多くいるのは何かあっても安心だなと思います。ミラー顔隠してくれるやつ、うん、大事。でも一人で夜行バスは乗れないから、絶対
個人的にも嫌だし、だからもしおそう関西のこと行くってなったら新幹線で行くね。そうやっぱ東京の場合少ないので就活は上京する子少ないですよ、香川言うて。そんないないんだよ、みんな戻る子多い割と、か勝手なイメージだけど。でも話聞いてると、うん、それかそのまま関西かに分かれる。東京にその中学校香川の友達で高校ん関東に来てる子はマジで少ない、本当に少ない、10人いるかいないか、いるか。秋の匂い、アンピセの紅葉車を買おう。 ありがとう、嬉しい、よろしくお願いします。関西の大学から東京就職人あんまりない。そうだよね、広島上京が多かった。あ、そうなんだ。うーん、だって往復で2万でしょ、やばい、新幹線なんかやばいね、やばいわ。え、そんなかかる？かかるか、確かにかかるわ。香川から大阪が9000とか1万ぐらいね。安否、ちなみに他に欲しいものは、え、どういうこと？車ってこと？車ってこと？僕の車は良ければアンナ後ろで寝てもいいので運転します。わあ、嬉しい、よろしく。くるみっこ持っていくね、大量の。おんぶして運びますね。だからおんぶつらそうじゃない？知らんけど、だから私荷物持たなきゃいけないかな、荷物置きたいから。車欲しい？え、どういうこと？プライベートジェット機がいいかも、だったら。最近夜行バス乗ってなさすぎて新幹線の落差で甘えちゃうかもしれん。早く着きたいから、うーん、ちょっと人間の足はちょっと無理かもしれん。早く着きたいから私は寝てればいいのか。そう、新幹線慣れるとね。そうなんですよね。こんばんは。寝台列車ね、そうね、私ずっと夢であれ乗るのが、サンライズ瀬戸いつか乗りたい。でもね、人気らしいですよね、なんかあの部屋みたいなやつで乗りたい。でもファンの人とか報告してくれるんでしょ、ちょっと乗りたかったら乗ってみましたみたいな、乗りましたみたいな、撮れます役がみたいな、え、マジいいみたいな。一時期乗りたすぎて、その乗ったことの乗るよみたいな YouTube 見てた乗ってみましたみたいな。なかなか撮れないねらしいですよね。あとね、普通にね、香川から神戸の船があるんですけど、それに乗るのが夢です。普通にそれ乗ったユニバに行くのが夢。サンライズセットは高くてもいい、その思い出として乗りたい。人力車ね、私ね、倉敷の美観地区でいとこと乗ったんですけど、楽しかったでしょ、恥ずかしいけど。なんか海外の人とかわーおみたいな感じ
でも人力車の人がいろいろ説明してくれて、なんかいろいろ言ってくれて、写真もねめっちゃいい感じで撮ってくださったんですよ、映えみたいな感じ。そう、おすすめ。宮島もあるよね。でも宮島はさ、走ってる人はあんま見ないから恥ずかしくない。今度サンライズ乗るよ。いいね。そう、香川から神戸のフェリー安いんですよ。そう、あれ乗りたいんだよね。そう、青いってやつです。クレマさん、さあ、ありがとう。キャンピングカー、確かにキャンピングカーめっちゃいいじゃん。キャンピングカー乗り物用意し全然しないですね。 SC48 の時も初めて乗った時は陸酔いっていうか、降りた時になんかずっとなんか船にいる感覚みたいなはあったんですけど、でもそれぐらいです、最初の。でもなんか怖くて最初はやっぱ飲んでました、船酔いの薬。やばくない？アイドルが船酔いのさ薬をさ日常的に持ってるってさ、意味わからないよね。STR あれだったと思います、ちょうだいっていうのとか、マネージャーさんにもらってたりとか、マネージャーさんに船酔いの薬ありますかって、そんな多分 STU だけだったと思いますよ。辻岡行くときサンライズ乗るの、いいね、素敵だ。売り切れだった、そうなんだ。基本乗り物用意しないです。車の中で漫画、小説、ゲーム、何でもできます。ちっちゃい小説、ちっちゃい文字の小説も読めます。そう、なんかそれができる、ママが三半規管弱くてできないんですよ、読んでて。で、私めっちゃ大丈夫だから、そう、車の中でずっと本読んでたりとか、小学校の時とかしてたら、読まない、大丈夫みたいな、マジで大丈夫なんですよ。そう、それで船なくなった、そこ。寝台特急自体乗ったことないです。そう、本も読めます。ママとかは弱いから、あのハリーポッターの乗り物、ユニバのあれも酔う人は酔うって言うんですよ。あれママ酔いますね、あれ本当に。三半期間弱い人はね乗らない方がいいらしい。なんか乗り物用しやすい人はあの乗らないでみたいな注意書きあるじゃん。ほんまに乗り物用するらしい、あれは。私はね全然しないから大丈夫なんですけど、仕事頑張って。瀬戸内海は比較的揺れが少ない、まあ確かに穏やかな海ですからね。シルボイスありがとう。船乗ったことあるよ、そのなんか東京かどっか、神奈川か忘れたけど、どっかから徳島を2回ぐらい乗ったことあります。劇場にエチケット袋あったの今考えるとすごい。確かに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 。こんばんは。よう言わない関係なくハリポタライド怖い。なんで怖くなくない？安心感あるよあれは。 STU 号乗ったことあるわ。なんでやねん。ありますよ、乗って公演してましたよ。1年はしてないかな、もうコロナ期間があったからあれだけど、1年ぐらいしてますよ。そう、1年してますね、1年半ぐらい。2期生まで乗ってます。そうなんですよ、 STU は2期生までが SU48 号乗れてるので、本当に2期生で入れてよかったなって思います。タワーブテラーは無理、絶対無理、乗れない。うどん食べれる船聞いたことあるかも。そういう声申し込みしたいよ、ありがとう。ぜひ皆さん卒業公演、11月5日今日の23時59分までの申し込みです。ファンクラブあの選考なんですけれども、ぜひお待ちしております。ぜひ X の方
リポストお願いします。拡散よろしくお願いします。無感覚公演の経験ありますよ。ちょうど2期生が入ったのはもう2期生ほぼコロナと同じぐらいに入ったので、最初の2ヶ月は普通に公演できたんですけど、2ヶ月っていうか12月後半にお披露目で登場いたしまして、1月は公演やってないんですけど、2月のも上旬2とか6 2、5、6ぐらいのタイミングで どこかで僕の太陽公演初日がありまして、2月は普通に SU48 号でやってました。で3月で初めて無観客公演をやりましたって感じで、2月後半にコロナが出現したじゃないですか。で2月の舞浜はギリギリできて、でも3月からはもう結構割と規制が激しくなって厳しくなって、4周年コンサート3周年か4周年コンサート決まってたんですけど、そうできなくなってしまって、レッスンとかも結構しててですけどなくなってしまいましたっていう思いで、無観客公演をやったり、無観客のなんかちょっと配信 SU チャンネルをやったりとかはしてました。そうで、ありがとう STU48 号ツアーっていうのもやりました。 STU48 号が1年後ぐらいにそう発表されて、 STU48 号がなくなるって、でそのツアーがありまして、2期生は神戸と広島で公演をしたんですけど、昼夜あって、昼がそのちょっと STU48 号を絡めたっていうか、絡めた舞台をやらせていただいて、セルフィッシュアミティーズで、夜は僕の太陽公演をやりました。こんばんは。そうミックス公演の懐かしい、おごり場やってないです。無観客公演、まずそんなに公演もやってなかったから、私はそのアンダーがいたので、アンダーと交代で舞台出てたので、言うて2回か3回しか出てなくて、そう生で2回か3回かな、3回舞台やった後に無観客になったので、なんかやりにくいも何も知らないからそんなになんかそれが普通って思ってなかったから、なんかどこ見ていいか、なんかレッスンみたいな感じなんか言い方悪いですけど、レッスンがみたいな感覚でした。なんだろう、誰も前におらんからただ前見てなんだろうな、でもコールがないのは寂しいなと思ったり、なんか不思議、 無関係不思議だなと思った。でももうすぐ4月ぐらいにはもう解除されて普通にできるだろうと思ってたら、まさかこんなに長引くなんてみんな思ってなくない？こんな長引くと思ってなかったくない？みたいな、そんなにみたいな、びっくりしたもん。そう普通にあと2ヶ月ぐらいには普通になってるんかなとか思ってたから、なんだろう、勉強だなみたいなって感じだったんですけど、そうね、無謀発売時期、無謀で初めて参加したんで、僕らの春夏秋冬で、で無謀の握手会とかも申し込みしてて、でも握手会も全部延期になって今はなくなったんですけど、でなんか参加する予定じゃないやつもなんかサプライズで2期生行くみたいな企画もあったんですけど、それもなくなっちゃって、なんか握手会の説明も受けたんですよ。握手会でもしこういうことがあったらこうおっしゃってくださいとか、握手会はこんな感じですみたいな、デモンストレーションではないんですけど、オリエンテーション的なそういう話もあったんですけど、なくなってしまって、みたいな、握手会なくなるのみたいな、そうでした。みんな1年ぐらいと思ってたよ。あ、そうなの、あなただけじゃない。星さんありがとう。そう、声出しまで長い道のりでしたね。夏には終わると思ってました。そうだよね、もしかしたら会いに行けるかなって思ってたね。どんどん厳しくなると思わんかった。
でも1回だけ握手はやりましたね、イベントで。そしてもう1月とかですかね、私初日メンバーです。僕隊の初日メンバーでやらせていただきました。覚えておいてください。そうなんですけど、握手はしてますよ。握手のイベントは1回だけさせていただいて、そうだからこう今でも言われてるのはなんだっけ、奇跡のあの幻のエディオンみたいな言われててエディオンホールでやらせていただいて、そう伝説のエディオン握手会、ちょっとトークイベントもあった後に握手会だったんですけど、今思うとそんなに人が来てたわけじゃないと思うんですよ、今思えばね。でもその時はえこんなにも来てくださったのって思ったし、やっぱね、なんだろう、今あの人が来てたあの人数だったらやばいやばいってなってたかもしれないけど、その時はやっぱり加入して1ヶ月経ってない頃かな、経ってたかな。そう、しかもなんか結構めっちゃループしてくださるとか多くて楽しかったし、そう今でもその握手会に来てくださった方がこう見てくださっていますし、すごく嬉しい気持ちですこの握手会きっかけに好きになって今でも来てくださる方もいますし、そう嬉しかったですね。そう優しい、嬉しい、ありがとうございます。なんか実は握手してましたっていう方とか、ふとカミングアウトされる方もいたりとか実は言ってたんよみたいな、してたみたいみたいな言われたりして、あそうだったみたいな。その時めっちゃ明白に、その時のこと明白には覚えてないんですよ実際。もう本当になんか初めてだからあんまり記憶はないですでもこの人が来てくださったっていう事実とかは覚えてます。でもなんかパッて景色は思い浮かべられないかも、なんかもう初めてで緊張してたしでも本当に旬で終わってえもう終わりみたいな感じでした。でもね、なんか 4日間に分けて行われたかなですけど、なんかあるメンバーがあの的なりで押し変されたり押し増しされてみたいな、泣いちゃったみたいなとかもあったりとかして、今は多分押し変したり押し増してたらおい何やってんだよみたいなそういじれるんですけど、今やっぱ加入した当初はもう目の当たりにして、で言えないし泣いちゃったり、ちょっと悲しいメンバーもいたんですけど今はこうやってね、あのこういう関係を築き上げ、関係を築き上げ、何でも言えるそんなね、そう関係になれて嬉しいですね。私も絶対最初言えないもん、絶対言えないよえなんでみたいな、なんでなんとかちゃんのこと好きって言ってんのみたいな、絶対言えない、絶対言えないもん今だから言えるけど、今だから強気に言うけどでもみんなメンツ5人だったかななんですけど、いい匂いにしようって言ってハンドクリーム塗ろうってなったんです。で各自みんなハンドクリーム持ってきてたんですけど、でもなんかいろんな匂いがあったら逆に変な匂いになりそうじゃないってなって、サンヤンのハンドクリームをみんなでつけることになって、みんなでサンヤンのハンドクリームをつけてあのやりました、行きました握手会。アンピはどういう反応するタイプだったの、どうですかね、全然覚えてないんですよ。変わらないわけはないと思う、今とは絶対違うと思う。リコチの声がね大きかったですね。そうなんですよ、隣がリコチで、なんかアナちゃんの声が聞こえない言われましたうん、すごい会場に響いてたもん、エディオンのあそこに全部リコチの声が響いてたで周りの声もどんどん大きくなって、で隣イケちゃんでアンナ
リコジだったんですよ。でイケちゃんもさお腹から声出せるタイプじゃないですか。だから結構かき消される歌そう、ひでとさん結婚してありがとう。で今でもね、なんか今でもねちゃんと声量はリコちゃんあるので、なんかサラピとかにサラピとかが隣だったりしたらごめんね私隣だみたいな言ってて、今はその時もね絶対言えなかったよね、うるさいみたいな大きい声がみたいな絶対言えなかったけど、今はねそう言える中では変ですけど、なんかキャラが分かってるからみんなの。そうですね、リネちゃんとかねおしとやかだった私。あそうなんだ、何万人それ本当に人ですかね。あちゃさん結婚してありがとう。スタバ美味しいですか。サラペがうるさいって言って何度も聞いたそうなの成長できてたら嬉しいですね。でも初期に比べると成長できたなと思います。多分ね。でもダンスは上手になったなって思いました。そのなんか初期のダンスを見たりとかして、え何これ、これでできたと思ってんのって思ってびっくりした。舞台の初日とかもやばい、初日あのお披露目はまあまあまああれはまあまあしょうがなくもないよ、アイドルだからアイドルとしてお金払ってきてくださってるからしょうがなくはないけど、でも1週間なかったんですよあのレッスンで。よくやったと思うんですけど、まあね、こう温かい目で見ていただけたらね、お披露目は今後もし見る機会があったら。舞台とかは本当にひどかったですね今思うと。その時はもう必死で今できる必死を今できるものを出したんですよみんな舞台ね。けど見たらええー、みたいな、なんこれみたいなどうしてこんなヘロヘロなのみたいな、ヘロ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 ペラ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 踊っててびっくりびっくりする。いやリズムが取れるようになったっていうのは、リズムが取れるようになりました。あの私ちょっとバレエ習ってたんでやっぱりなんかちょっと違ったんですよ踊り方が。でもちょっとあの何そのダンスに寄せることがちょっとできました。最初に言われたんですよ、バレエやってたからなんかダンスこうヘラヘラなんかペロペロするんですよこうやって、なんかなんだろうなんかやっぱ違うんですよダンス。だからそんなグッて止めたりグッて止めたりしないんですよ、手は絶対柔らかいんですよ。あれそれこうやって最初全然首動かなかった、ちょっとだけ動くようになりましたそうなんですよ。でバレエは本当になんか全然違うし、ちょっとねみんなと踊り方が変わっちゃうって言われる、やっちゃうから変な風に見えちゃうかもでダンスの先生に言われたから、最初にお披露目の時に。だからそこをなんかダンスっぽくできたらいいと思うって言われたので、そう初期に言われて、だからそれ頑張ろうと思って、そうなんか手を固めることができなかったの。バレエもパッて止まるけど別になんだろうグッて止めるわけじゃないんですよ、なんかパッて止めるんですよ、パッなんですよバレエは止まるとしたら。でもあと足はピンなんかスンみたいな感じなんですよ。でもダンスはドンみたいな感じじゃん、ドンみたいな、ドンドンみたいな、みたいな、なんかなんだっけなんていうのみたいな感じなんですよダンス。あとなんか重心を低くして腰を低くしなきゃいけないんですよダンス。でもバレってめっちゃもうウエーみたいな、ウエーみたいな感じなんですよ本当に。もうこうみたいな、こうみたいな感じなんですけど、ダンスはちょっとこんな感じなんで、そこが難しいかって今も苦手です。今のアンペン大好き、よかった嬉しい。
で私が一番ダンス成長できたなって思う僕恋です。僕恋はもともと門脇さんがみゆみゆさんがやってたポジションに入ることになったので、みゆみゆさんのダンスの動画を見る、だからダンスレッスン動画見るってなったらみゆみゆさんを見るわけですよ。でみゆみゆさんを見たらもうめちゃくちゃなるほどみたいな、こうやって動くのかと思って、そこでちょっと勉強できて、あとみゆみゆさんが一人で踊ってるダンスの動画をくださったんですよ。ダンスの先生がみゆみゆさんが一人で練習してた動画をくださって、でわーと思って、でなんかみゆみゆさん用になんかここの時はこうするみたいな、ここの音でこの音を取るみたいな書いてる紙もくださって、そうみゆみゆさん用のやつ、そうでそれで練習したので、そう受信違うのか、そうそう涙表面張力もあって、そう葵さん、ありささん、みちさんに混じってやったので、本当にそう頑張ろうって思いました。ダンスが上手いに来て、いげちゃんはやっぱ上手いですよね。なんだっけ、なんかの時にさスクエアアンドビルドセンターやってたんですけど、やっぱ上手ってなったもん。なんか滑らかでしょ、めっちゃ滑らか、滑らか、滑らかプリンなのに硬いプリンにもなれるみたいな、どんどんみたいな、なんて言ったの、かっこよかったよね。そう私今なんかしようとした、なんだったんだろう、思い出せないな。マスさんありがとう。見てた夢を思い出せない、あ、これか、ドゥルル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 、ポンポンプリン、ポンポンプリンかわいいね。思い出せない、すぐ消えてしまって、切なくなるんだ、ドゥルルルルルドゥルルルドゥルルルルドゥルルルルルDMM DMM ぜひ見てください。2期生そうですね、ありがたい。6さんありがとう、タワーびっくりヤッホー何してるの今、ありがとう、何タワー、ありがとう、楽しかったタワーかな、僕こういうよかったよタワーだったらどうしよう、ありがとうございます。でも僕こういうもね、レッスンそういえばね忙しかったですね。なんかもともとコークさんポジで出る予定だったんですよ。で1回ぐらいしか出る予定なかったんですよ、その1回のために多分。でコークさんのポジションで前半ブロックはレッスンしてたんです。そしたらその後にポジションが変わって覚え直したんですよ。そしたら毎回出られるようになって、そっからずっとそう僕こい公演出れてびっくりですね。ヘロヘロダンスタワーヘロヘロダンスタワーありがとう、ヘロヘロダンスタワーありがとうございます。あらもうこれインクが少なくなってきている、ありがとう。初めて似顔絵描くかも、ちょっと途中で色変えてごめんね。
ヘロヘロダンスタワーいただきましたよいしょ、ありがとう。楽しかったですね、いろんな曲ができて。僕隊は結構何2分の1で出てたので、毎回いっぱい公演出れてたのが嬉しかった、楽しかった。10月19、一休さんだね。今年の目標はもう上半期だけど、そうですね、やっぱもうアイドル人生最後楽しむのと、また新たな道に進むということで、その準備ができたら今年最後になと思います。いろんなターンがありますね思い出だらけだね本当に、ね、あの時たくさん公演があったから今100回行ったもんね。絶対いっぱい来てくれたよ。でも僕声はさ、先輩に混ざって初めての公演だったから、みんな来てくれるのか不安で、ペンライト少なかったらどうしようと思ったけど、割となんだろう、来てくださって嬉しかった思い出です。すごい楽しかったし、誰もいないなんてことなかった、一人とかもなかった嬉しかったです。海賊さんありがとう。だからユニットの時とか私のペンライトしてくださってる方いて、え、私いいのみたいな、嬉しかったですね。似顔絵か、むずいな。えひらくさんむずそうだな。なんだろうな、違うんだけどな、なんかさ、こんな感じじゃない研究者の舞台公演行くと勇気づけられますかね。行きたいと思ったら行けばいいんじゃないですか。私に了承を得なくても、もう私は卒業してるので何してもいいんですよ浮気しても何でもいいんですよ。めっちゃ舞台を楽しんで行くべきだと思います。研究生ちゃんが今どんな感じなのかも知らないから、いいと思いますと思う。なんか何も見てないから言えないけど、絶対楽しいと思う、いいと思う、楽しい。ただ誰がどの曲やるとかも知らないから楽しみだし、初日メンバーもねまだですよね。この涙は君注ぐいい曲、僕隊と僕声で違うの見れて、確かに全然違いますよね。で僕隊はそれこそ8人とかだから、めっちゃ一人一人は見れていいだろうし、僕隊はポジション的に、その8人のポジションがどうなるかは知らないんですけど、8人7人ポジションをどうなるか知らないんですけど、16人の時は結構立ち代わりだったんですよ。ずっと前、誰かがずっと前でみたいなじゃなくて、まあずっと前の子もいるかもしれないけど、わりかしなんかいろんな子が前に出る公演だったよね。からそう、すごいそれが最初がその僕隊で良かったなってめっちゃ思いました。ずっとこう固定とかじゃなかったから、こうね、そう前後変わるというか、一番でもそれの大変さがあって、1番と2番でも立ち位置が違ったんですよ。ありえない、1番と2番で全部立ち位置あるんでしょ、その A メロ B メロとかも、まあ、ありえない、同じの曲なかったよマジで同じ曲なかった。僕隊も違う、うん、え、全部違う、ほんまにやばない、やばない、やばくない、もう本当にありえないぐらい振り数が多い。でも僕を覚えるとき、僕を覚えやすかったもん、めっちゃ副隊えないもん。だから今頑張ってるの偉いもん。研究生ちゃんね、今ね多分重なってるじゃん、ユミンさんと卒業コンサートで両方レッスンしてるんでしょ。なんか前卒業コンサートのリハーサル終わりに僕隊レッスンって言ってて、えみたいな、やばみたいな、絶対しんどい、やばいよマジ偉いから、みんな応援してあげて。で今ショールーム今終わったか、やってた子マジ偉いな、すごいなって思ったもん、マジですごい
私ソウルアイム悩んだ時に出るかなんか忙しい時期だったから悩んだ時にそのマネージャーさんにそれを言ったら、これから忙しいタイミングがあると思うんだけど、そこのそれを経験したら結構楽に思えると思うしいいと思うって言われて参加したんですよ。でもその時は辛かったけど、今思うとマジで出てよかったなって思うし、タワーありがとう、アンピを好きになれただけで幸せだありがとう、嬉しい、幸せでよかった、ありがとう。タワー何タワー、お家帰ってきてよかったわかな。そうだから、そう、その時辛かった乗り越えられたら強くなれるから、強くなれるから強くなれるよ。だからマジでそう今回ね、将来イベ出てた、えらっと思った、すごいなと思った。だってもうやばいよ、だって私ユミンさんの卒業コンサートがあるだけで結構あの 体力面というか大変な、僕体のレッスンもあってでしょ。マジで偉い、すごいよ、おめでたいってあげて、おめでとうって、お疲れって言ってきて私の代わりにお疲れって言ってきて、思い出話聞けて嬉しい、タワーありがとう、タワーにかけます。 A6 さんの似顔絵描いてる途中なんですよ、ずっと悩んでる今。ナイスクラップ買ったの、嬉しい、楽しみしてる、ありがとう届くかな。眉毛はね、嬉しいイメージなのよ、で目はまん丸なイメージ、なんか違うんだよな、こうかな、あーでもなんかに、なんだろうな、髪の毛だな、あなんかこういう感じなんだよな、そういう感じじゃない？なんかセットしてるよな。セットしてますよね。まさきさんありがとう。あ、読んじゃった。今回はこれで挑もう。次会った時にもうちょっと観察する。悔しいから。アウトレットもあるね。これも使い切りたいな、この紙絶対いらないもん、だっているくなるもん。やばいね、もう10月20日になっちゃう、やばくない、やばいやばい。だから今日金曜日の感覚でめっちゃね、本通り人おるなって、金曜日やからかって思ってたんですよ、今日木曜日じゃん、本通り人多かったよ、謎な報告。胃が痛くなります。あら、ピエンだね。胃薬飲んで、胃薬を飲む問題じゃないか。そう、もう10月も下旬です。やばいですね。明日余命10年。うわ、やばい。録画しないと。
でもなんかドラマといろいろ被ってるかな。絶対でも撮りたい。ママ余命10年撮っといて。あ、間違えた。いつも前やってた癖で書いちゃった。サインを下側に書いちゃった。余命10年マジ泣ける。私映画見に行ったんですよ。占い日過ぎましたね。え、そうだ、今日占い、そう占い日の日で、そうお風呂入りながら、あ今日占いで今日ダメな日だからゆっくり過ごさなきゃいけないって思いながらゆっくり過ごしたかな私。でも昨日12時ぐらいにはもう寝る準備できたんですよ。でもさすが寝れないからレポートを1時間やったんですよ。でいろいろこうやっていう計算でやっていこうみたいな自分で考えてたんです。うわ、それがダメだったかな。バリバリ起きてた私、そのダメな時間ずっと4時ぐらいまでダメな時間だったんです。ゆっくりしな、ゆっくりあの安静にし、安静とかする時間だったのにもう全部起きてた。でやってで2時に寝ようとしたんですよ。けどまあ寝れない、眠いのに。寝らんわと思って諦めてスイカゲームをすることにして、スイッチでスイカゲーム買ったんですよ。でスイカゲームやって楽しいよあれ、めっちゃ。こう配信でやりたいもん、配信でやりたいけど見せられないから面白ないじゃん。そうでその後スイカゲーム何回かやった後にちょっといやもうさすがもう寝れんけんピクミンやろうと思ってピクミン2回冒険しに行って、200円とかかな、200ちょっとかなって安いんですよ。一生できる。でそう眠気あったのに目は開いてた、もうパッチリお目目よ。でピクミンやって4時半とかかな、いや5時かな、3時間ぐらいゲームしてたかもしれない。で1回寝ようとしたよ、やめようと思って。で寝れんくて、いやもうこの時間もったいないと思って、寝れんのならレポート頑張ろうと思って7時半までレポートを頑張って、でもなんか全然進んではないんですよ。意味が分からん、意味分からん、なんでこんな進んでないんだろうな。朝配信はする顔じゃなかった、顔がブスだったで、あ 朝ツイートを確認して、え見てな、えツイートされてるもうと思って予約してるから。そう2000字でしたね。2000字はあと500で終わりぐらい時間かかってるね。でも私は書きながら、なんだろう、土台を作るタイプなので、土台を作ってから書くタイプじゃないんでしょ。土台をつきながら書くから、できてないものをいきなり始めるからそう後から構成変えたりとかめっちゃする。こっちにこう書こうみたいな、最初にちょっと一旦プランを置いてるんでしょ、ノートとかにこういうプランでやるみたいな忘れるから私書くんですよ。でも大体変わるね、うまくいく時もあればやっぱやめようみたいな、こっちにしようみたいな、インスピレーション型なのかな、分からんけど、でやります。
なんかその添削っていうのかな、される先生によるな。でもその人がどういう人か知らないから、その人のニーズに合ったようにやりたいんですけど。そう、丁寧にやるかざっとやるか。そうで、さすがにもう寝ようと思って、寝れるだろうと思って、でレポートやめて綺麗に部屋を片付けてから寝ました。それが7時40分ぐらいでしたね。7時40分45分で寝ました。だから寝落ちとかしないんですよ。なんかやってて絶対寝落ちはしないんです。こんなこう、これで寝落ちとかしないんです。こうやってこれとかで寝落ちは絶対しない、したことないんですよ。いや、これもう限界だって思った時に寝るか、うーん、眠くないかもしれないけど一旦寝ようかなと思って寝ます。しかできないタイプで、はい、うん、配信寝落ち絶対できないと思う。私しようと思ってもできない。寝たふりになるちゃう。すぐ寝れないんでしょ。ちっちゃい頃からそうなんでしょ。すぐ寝れるタイプの子供じゃなくて、うんうんうん、ドゥ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 、昨日なんか寝れる BGM まで流してたのに寝れなかった。15分とかかるの正常なの？あ、そうなの？ならなら。寝れる BGM 逆に寝れなくなる？ディズニーの音楽聴いてて超いいと思って。しかも雨の音のやつです。支えかけてからみんな音声寝れないです。すぐ寝れるんだ、寝不足らしい。あー確かに焚き火の映像言いますよね、落ち着くって。あなたは森の中にいるかもしれませんし、そこは海なのかもしれませんっていうの？へえ、知らなかった、聞いてみたい。絶対面白そう。逆に目覚めそう。あんざざし、あんざざしもあるよ。でもゆっくり。てんてれんてん、てんてれんてんみたいな感じで流れるけど、嬉しいよね。流れると知ってる知ってるってなるもん。アゲアゲの音楽、最近はスピーカーで音楽流すの好きで、アゲアゲの音楽めっちゃいいですよね。最近ハマってる曲があってずっと流してる。ピオーネさんありがとう。初めてコンタクトがカピカピになるのを体験しました。辛いやろ。ちょっと前はアドさんのなんだっけ、ドゥ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 ド
トンとか終わって聞いてたんですけど、メダルセット買ってきたよ。うわスタバはもう終わったのね。流行ってるやつ、流行ってるかな、私的には流行ってる。今やってるオーディションの曲なんですけどに今ハマってます。今日もサインを見に行きました。グッズ買うか迷ったけど、さすがにちょっと買わなかったけど、私なんか趣味を増やしすぎだよなと思ってけど、ハマってて。TikTok もそればっかり見てちょっと踊れるようになっちゃったくなっちゃうね。知ってますか？みんな知ってんのかな？フリオタ仲間ですね。確かに楽しいよな。楽しいな。知っとんのかな？あまり大きい声では言ってないですけど、 X もいいねとかしてます。楽しくて見てますということで、エイルクさんヘロヘロダンスとありがとうございます。ヘロヘロありがとうございます。楽しい思い出がいっぱいで、本当にたくさん会いに来てくれてありがとう。嬉しいです。ありがとうございました。そう、僕声もたくさん来てくれて、僕隊もたくさん仕事終わりにバーって急いで来てくれたりとか、すごく嬉しかったです。ありがとうございます。いつもピーって送ってくれたり、お見送りでとかあったじゃないですか。困った時の森塩とかもあったじゃないですか。それも楽しかった思い出だなって思います。いつもありがとうございました。記憶まだまだ伸ばしましょう。あとちょっとですが、思い出しかない。そういうなお話し会もたくさん、そう楽しい企画を考えていただき楽しかったです。ギャグをね考えてくださって、画面マリンライナーもありがとうございます。記憶まだまだ伸ばして、最大何回いけるんかね。200回目指しましょう。200回目指しましょう。楽しみにしてます。まだまだありがとう。早く会いたいね。ありがとうございます。似顔絵です。なんか似てるよね。似てるよ。似てるんだけどね、でもねちょっとね違うんよ。ギャグの師匠です。似てるけど違うんよ。なんだろうね。でも髪の毛はこんちょっとねこんな感じじゃない？似てる？お嬉しい、似てるって言われてる。月曜日鹿児島帰りに行くよ。お仕事終わりに。ありがとう。気をつけてきてね。見つけるよ。ありがとうございます。A6さん。同じ推しメン仲間として、そう話もたくさんできて嬉しかったです。似てる気がする。気がするってつけばいいよね。そう、似てても似てなくても使える言葉だよね。顔面マリネ、香川県岡山県顔面マリネの次。アンビを好きになれただけで、アンビを好きになれただけで幸せださん、ありがとうございます。ピチューを描きました。でもなんか変になった。なんかイラストのテイストがねなんかね違うんだよ。なんか筆の方向を誤ってしまい、なんかバイキンマンのなんか子供がバイキンマン描いてなんかようわからんやつ作ったみたいになっちゃった。思い出が聞けて、ウレピータワーありがとうございます。私も配信見てくれて、聞いてくれて、たくさんコメントしてくれて、ギフトもありがとうございます。すごく幸せです。私も好きになってもらえて幸せです。見つけてくれてありがとう。何がきっかけなんかね、配信でたまたまなんかな、わ
分からんけど、ありがとうございます。これからの人生も幸あれということで楽しんでいきましょう。ありがとうございます。ちょっと近くで見せつかない。ピチューピチューじゃない、間違えた。なんだっけこの子、ピチューじゃなくてなんだっけ、なんだっけこの子、この子の名前なんだっけ、あ、ミミッキュだ、ミミッキュ、ピチューピチューと思ってこれ書いてたらやばいわマジでお化けみたいになってる。うーん、ピチューと思ってこれ書いてたら結構お化けすぎる。ミミッキュを持って書きました。ミミッキュに見える、そうミミッキュを書いたんよ、ごめん間違えた。ちょっとなんか違うけど、ウジ虫みたいになった。お腹の星が似てる。頑張って褒めようとしてくれてありがとうマリンライナー祭り、わお。マリオ一番くじリクエスト景品ありますか。ラストワン賞、えプレゼントです。ラストワン賞って何だったんだろう。ターン投げるときは顔面マリンライナー書いてもらおう。画面バレなら書いてもらうと私の顔描くってこと。あ、顔面がメインライナーの人を描くってことか。いやいや、一緒にいるのかな、たまたま、たまたまですかね。お腹が空いてきちゃった。帰ろ帰ろ。画面マリンライナーって書けるもん、頑張ろう書けるんじゃない、知らんけど知らんけど、ね、頑張るっていうのは、私が美術館5つ行ったら書けるようになるかも、感性を高めれば。たまたまアンビの配信を見てあまりに可愛くてすぎて、嬉しい、ヤッホーありがとう。配信から好きになってくれた方ありがとうございます。こんばんは。ぜひアイドル公演でアイドルしてるアンビにも会いに来てください。今日が申し込み締め切り、11月5日れいちゃんの生誕祭、私の卒業公演お待ちしております。もしよければ2つとも待ってます。自分の似顔絵確かに描けないかも。自分の似顔絵ってむずない。ガメマリナイナーって何ですかってもう全部今無視してるの、やめてよ全部今ガメマリナイナーって何ですかっていうのはね、全部読んでなかったんですけど何回も違う人がずっとやらないください。説明するのちょっと恥ずかしいんで、はい、わざとだと思うんですけどちゃんと申し込みました。ありがとう、会えますように。配信でもっと好きになった、キュンです。ミー君ありがとう。ガミンマリンライナーもうやったんよ、やったんやったんよ、そのくだりおかかごはんさんありがとう。ギリギリいけるかもだから、あーこれマシオに。私の似顔絵むずいな。私の似顔絵似てますか？ちょっとわかんないです。これ私の似顔絵似てますか？自画像です、自画像アンナです。誰？いや私だって言ってんじゃん、おいおい。23日すごく楽しみ、ありがとう。大縫いするのに、え送りました。すキャッツキャッキャッチーマニア、UFO キャッキャッチャーか、キャッチャーマニア、すごい言葉。ノーガンメンマリンライダーでフィニッシュ、どういうこと？
嬉しい。しばらくちゃん出てきそう。説明しよう、安否の経歴と学外面がないとできない最強顔面ギャグだやだやだ恥ずかしい恥ずかしい、説明しないで目似てる、やった、実物は1億倍可愛いありがとうございます。でもこれより可愛いって言われてもね、嬉しくもない目似てますか、ありがとうございます。適当ですね、ノブルさんありがとう。画面割れない、1日何往復ですか。手紙に詳しくアンプのファンになった理由を書いてきますね、ありがとうございます。でもね、結構ね、私が知りたいって言った時に手紙を結構送ってくださった方がいて、で見たらみんないろいろで、みたいな、びっくり嬉しいってなったりとか、そう、今までで一番って言ったらあれですけど、びっくりした嬉しいと思ったのは、そう、手まりの番組あったじゃないですか、あれをきっかけに知って好きになってくださった方がいるんです。しかもアイドルを好きになったのが初めてみたいな、すごくない、あの手まりの番組なんだっけ、あれをたまたまそう、昼ぐらいの土日とかのやつだったんですよ、時間帯が。でたまたま見て、手まりから呼ばない、たまたまテレビ見て好きになってみたいな、アイドル初めて好きになりましたとか、すごいよね、びっくりしたもん、それ聞いた時、影響力テレビすげーってなった。顔面四国新幹線開通するかな、私がヨボヨボおばあちゃんの時に開通してたらやるね、できるかな、その時後ろパンプキンがアナちゃんかと思った、それはや、それはどうもこれは、これがパンプキンですか、ケークに、それで購入はしてないみたいだけど、そう、あ、そう、最後の手紙に私入れてきたいんだった、ちょっとさ、メモ帳持ってきていい、メモ帳に書いとこう、そう、最後のさ挨拶のところにさ、最後の挨拶のところに書くこと、最後の挨拶、手まり、今分考えたらめっちゃバレるね、安倍名最強説さんありがとう、でもこれは絶対言っときたいっていうのが、今メモったから忘れないと思う、市場公園手まり持ってきてください、じゃあツイッターしてみようかな手まり持ってる人来てねって、私が手作りした世界で一個の手まりを持っている方はぜひ持ってきてねって、あ、言われたら恥ずかしいか、言われたら恥ずかしいか、見てるのかな、見てないのかな、マジでそんな行方不明なことあるって感じ、恥ずかしいよね、恥ずかしいよね、出てくるの、いやマジで胸熱、泣いちゃう、一番感動するから、そう、会ったことない人かもしれないし、会ったことあるかもしれないけど、やばいよ、今更持ってきてって思ってるかもしれないじゃん、今更言えないですって思ってるかもしれないじゃん、言ってほしい、むしろ、むしろ言ってほしい、おいくらだったのかな、おいくらで売ったっけ、あれ忘れちゃった、職人さんよりもちょっと高かった気がする、あ、わかんない、一緒だったかな、覚えてないや、わかんない、公園でもし手割りをさ、ちょっとポッて見せてくれてる人がいたら、わかったんですって言いたいですね、1万弱か、最後に言いたいこと、
どうしよう、手まりのゆくべしか出てこない。一般の人が持ってる可能性はないんじゃないですか。9800円、あ、安っ、安っとか言っちゃった。一番してると思ってた。買える、買える、買える、買えるとか言った。別に買えないよ、私のさ、一般人のさ、普通のさ、別になんもないやつを。そう、すぐ売り切れました。一般の人が買ってる可能性は割と少ないと思う。ガチで愛情ない、手まりに愛情があるか、もしくは私に愛情があるか、どっちかじゃないと買えないよね。マジ旬で売り切れたんですよ、数秒で。だからスタンバってないと買えないんですよ。なんか番組でその放送があった後にプラスの番組があって、そこで販売したんですよ。なんか販売チャンネルみたいな、ジャパネットアンナみたいな、ジャパネットアンナはジャパネット高田さんみたいな感じでやってて、今から始まりますみたいな、スタート販売スタートみたいな感じで売るみたいな感じだったんですよ。番組見てデザイナーに一目惚れしたかもしれないし、そう、わかんないけど。でもただの通りすがりの人が買ったとは思ってないんですよ。さすが、そんなことなくない、そんなことある。そう、買えなかったので、あのアナちゃんが作ったやつじゃないけど買えますっていう人は聞いてるの。その後先生が作ってるやつ何個ぐらいかな、10個ぐらいか売られたんですけど、電波激強の人が買ってると思う。電波激強の人が、分かんない、スタッフさんが買ったかもしれない。手前宮島の しゃもじはさ、まだ行ってないんじゃない、当選者行ってなさそうじゃない、行ってんの、あれ行ってないと思ってますよ。え、マイキューさんとかアイコジとかみなみさんのファンの人届いてるんですか。一向にし、写真チェキもチェキかな、なんかもう多分届いてないんじゃないですか。届いてますか。そう、アナウンサー本当に待ち構えてないと。ママが買ったの、やばい、それは隠してる部屋の中に。それそれでいいから言ってほしいんだけど、ネタになるから。当選発表されてないんじゃないですか。だって何も聞いてないもん。そんなチェキ1枚も誰も押してる人当たらないってことある、誰も何も言わないことあるって感じ。ミサンガね、ミサンガもね、一人ぐらい知らないかも、わかんないけど、覚えてないや。一人かな、10個作って、10本ミサンガ作る企画をやって、何人かは知ってるんですよ。山田にミサンガをつけて公園来てくださる方もいるし、パパとか絶対買わないよ、絶対私の手まりも買わないもん、私が作ったとしても。へーって感じだよ、パパ絶対、本当に本当に冗談じゃなくて。8時になった、8時からあれありますよ、今やり始まりましたか、先輩方のやつ、ユミンさんの。今日じゃないっけ、今日じゃなかったらどうしよう、あ、今日じゃなかった。今日かと思ってさ、このその時間避けようと思ってこの時間に配信したのに、今日じゃなかった、明日だった。でももうちょっと遅く配信できたじゃん、ピエン、明日か、明日でした。明日だった。そう、卒コン、ユミンさん卒業コンサートの会場をメッセージ T シャツで埋め尽くしたいっていう企画がありまして、私もそう、マネージャーさんから来たんですよ、あの告知をって。私何を おすすめしたらいいのか分かんない、先輩のおすすめさんがいれば、その T シャツめっちゃ可愛い、めっちゃ可愛くない、これめっちゃいいじゃん、めっちゃ思い出じゃない、最高の思い出じゃないですか。ユミンさんのメッセージもめっちゃいいし、写真ついてるやつめっちゃ可愛いよね。
私ね、葵さんのめっちゃ好き。めっちゃいいよね。葵さん。ロゴ入り T シャツもあります。後ろがない。後ろにメッセージがないやつもあるし、ユミンさんのメッセージのやつと、イキセイさんのがね、ありますね。ぜひ、皆さん。ぜひぜひ、おそろっちにしてください。XXXL。すごい。さてベートーク誰が誰が誰で私私じゃないよね。誰の話？あ、葵さんが。葵さんがベートークあるってこと。え、私がちょっと待って、嘘でしょ、本当だ。明日、うん、明日じゃない、明後日。え、ベートークあるんだ。何、え、急すぎない？そんな急なことある？そんなさ、急に発表されてる？え、16分前？時間もめっちゃ微妙な時間に発表されとるじゃん。閉じられた配信マルヒマルヒマルヒ話、なになになに、閉じられた配信マルヒ話って、なに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 、卒業を決めた真実の理由、え、ないないない。一番大変嬉しかったこと、ファンへの感謝、メンバーへのメッセージ、新しい夢と、ありがとうありがとうありがとうって誰が言った。遊びに行く予定たまたまなかったけど、私土曜日だと思う、土曜日休みだと思ってワンチャン考えてたもん、遊び。マジか、マルヒエピソードあるから、閉じられた配信マル、閉じられたってなんで、どういうこと、知らなかった知らなかった、やばい、配信で、トーブさんありがとう。え、ベートーク本当に面白くて、去年誕生日の時期にベートーク、あ、花だれの時とかも、初選抜の時とかやらせていただいたんですけど、すごい楽しかったし、購入者しか聞けないですね、すごい。いや、ベートーベンさんがすごく面白くしてくださるから安心できるし、なんか結構自由で喋りやすかったですね。配信の私とまた違うのであれですけど、ぜひぜひぜひ、もう最後の機会、知らんかった、でも22時かよかった、どうしよう、午前中とかじゃなくてよかった。でも22時割と遅いよね、あ、配信してからできるよってことか、じゃ配信で宣伝して、そうね、そう、全然前世木炭はそういただきました、ベートーベンさんに。知らんかった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 、やばい、今日なんかネイル色なんか塗ろっかなとか思ってた。よかった、マジで塗らなくて、なんか休みが続いてたからワンチャン塗ろうと思ってたんでしょ、よかった、塗らなくてよかった、夜遅くてよかった、しかもびっくりした、ありがとう教えてくれて、嬉しい、最後ベートークに出演できてありがとうございます、ぜひ皆さん聞いてください、お願いします。そうね、ネイル最近なんか透明なのめんどくさくて塗ってない、やばいよね、女子力ないわ、背女子力ない、塗ります、杉付近のギグやめてよ。赤部さんありがとう、ベートークでも思い出ありますね、やっぱりなんかあっち向いた方を一緒にやる企画があって、そう、それでなんか船の中からね参加してくださった方とかいて面白かった、そう、マジでベートークは自由、マジで自由なので気軽に言ってくださると嬉しいし、やっぱ芸人さんなので、しかも皆さんに刺さると思う、皆さん刺さるというか、なんて言ったらいいの、
皆さん世代って言ったら変ですけど、世代って言ったらなんかあれですけど、はい、楽しいと思います。やっぱ詳しいのでね、いろんな知識があるんで、あれお笑いした覚えてくださってるんだ、嬉しい。よかった。私服とか全然片付けてないからさ、ないけんさ、よかったよかったよかった。今日ワンチャン片付けようと思ったんでしょ、絶対絶対もうこんな全部は絶対着んなと思って、よかった、なんか安心感ある服がいっぱいあるってやっぱりここで配信してるね、これこれ置いとくわ、これ置いといていいかな、いっか。ムーミンの耳は映らないように、ズームズームだから、あ、メイクしますね、メイクするわ。じゃあ土曜日は配信で実質安否クイズをもやりたい。そういつか、そうできたんですよ実質安否クイズ。でもまだ募集中なんで、ぜひ実質安否クイズの問題ぜひ作ってほしい。どんなものがあるかというと、小さい頃食べ過ぎて嫌いになったものとか、安否が一番食べたいものとか、マジでそんな安否になったら答えられる問題を作ってる。プラスこっちにいますよ、七湯カニを初めて覚えた曲はとか、そういう問題を最近ちょっと集めてたんですけど、あと3つぐらい問題そう作りたいなって思ってるんですけど、考えられてないので、ぜひ土曜日までに、土曜日実質安否クイズをやった後ベイトーク楽しみましょう。ぜひぜひ、メイクをするんだったらタイミングで、そう角度変えたんですよ。ソファーがいつもね本当はこっち座りなんですけど、頑張って逆らってやってたんですけど、やっぱこっちの方が楽なのでこっちで配信してます。あとね電気がこう入ってくるんで綺麗に見えるので、そうちょっとねちょっと調子が悪いので、この光が使えないので、ということでお知らせが増えました。ベイトークに土曜日出演させていただきます。ぜひ皆さんゲットしてください。チケット、このチケットを買うと見られます。ぜひコメントも多分できてたりとかできた気がする。そう、そこでしか話さない話とかもあると思うので、ぜひ、やっぱショールームはいろんな人見られてるからちょっと言えない話もあるかもしれないけど、言えちゃうかもしれない、知らないですけど、ベータの時ピエロのアンプの背景だった、マジであれ一生いじられる そうで、お知らせ、今日の23時59分1、2、3、あと3時間ぐらいですね、私の卒業公演がの申し込み、ファンクラブの申し込みが今日までとなっております。リエちゃんの方はスペサポでも申し込みできるし、スペサポ結構登録してコメントしてくださる方も多いので、ぜひスペサポで前の方の席も待ってます。そして卒業公演、本当に集大成ということで、皆さんに幸せとお届けできたら、感謝の気持ちをお届けできたらいいなっていう、いいなというか感謝をお届けしますので、ぜひ受け取りに来てくださると嬉しいし、最後に会ったら寂しくなっちゃうかもしれないけど、こう見届けてほしいなっていう気持ちです。多分アイドルはやんないです、絶対やんないです。なんか芸能界もやんないって言いたいんですけど、なんかさ結構2期生のメンバー戻ってきてるメンバーが多かったりとかするので、こう絶対やんないって言って戻ってきたら気まずいので、まあ、やんないとは思うんですけど、女優もする予定はないです、モデルもする予定もないんですけど、結構強い意志なんですけど強い意志なんですけど、でも絶対っていうのは恥ずかしいので、でもアイドルは絶対しないと思うんですよ私。もう SU48 で、あ、よかった充電してた。そうでしか私はもうアイドルできないので、そう
話できる機会ベートーブン。あ、そうなるのかな。あ、オタクになる予定しかないですそう、アイドルアンピーぜひ見届けてほしいし、こう歌って踊ってってするのはもう本当にみんなの前でするのは最後になると思うので、ぜひ遊びに来てください。ベートーベンさんに入るの芸人になっちゃう私、大丈夫かな、頭の回転悪いからちょっと無理かもそして四国公演が23日月曜日にあります。ぜひ来てほしいです。あの平日なんですけれどもチケットまだあるので、私最後の課外活動公演なんで最後素敵な思い出を作りたいので、埋まった会場を見たいです。まあ、当日券があるとね、あ、まあ当日券の良さもあるのであれですけど、これ今まだ申し込んでもまだまだめっちゃ後ろとかじゃないと思うので、断定はできないですけど、2階席の方が見やすかったりとかあるし、ペンライトさえあれば絶対見つけられるし、お見送りもあるので、お見送りはみんな足揃えて立ち止まらないようにゆっくり歩いてください。捻挫したふりしてゆっくり歩いて全員そう、四国サイドなんで来てくださると嬉しいです。牛歩でよろしくお願いしますっていうお知らせです。あ、グッズの申し込み明日までかも。23時59分、今日かな、明日だ。23時59分までグッズ受注生産のものが明日までです。ぜひ皆さん、もう本当に最後のグッズじゃないですか、多分販売するってなったらこう最後になるかな、多分届く頃には卒業してるんじゃない、だからその時にねまた思い出して、あー、アンピよかったわって言ってくださったら嬉しいなって思います。ゲットしてくださると嬉しいです。グッズ申し込んでおきました、ありがとうございます、よろしくお願いします。売れ行きがいいとね嬉しいこともあるかもしれないし、ちょっとグッズ頑張りたいです11月に届く？ちょっと忘れた頃に届くねちょっと忘れた頃に届く、いいじゃん。だからクリスマス12月は一緒に過ごせないと思ってたけど、12月に届くってなって12月も一緒に過ごせるじゃん、11月も一緒じゃんぜひよろしくお願いします。はい、ということで今日はそろそろ終わりたいと思います。皆さんにもお知らせができたということで、自分へのクリスマスプレゼントに買ってようかな、確かにいいじゃないですか、アンピロスを痩せそうです、確かに感じられます、まだまだ12月感じられます、今年中はね全然良きですね。そう、卒業ギリギリ前でグッズ販売嬉しい、パネルもねいつになるんだろう、あれはさ販売の時にいつも届くじゃん、じゃあもう私が卒業後にパネル届くんかな、ピエンだねパネル、私もらえるんかな、もらえるんかなとか言っちゃったいつもゲットしてたんですけど、折り越し伝わるぐらいの装備で来てください、折り子ちゃん推しの方ぜひ待ってます。折り子ちゃんのグッズ現地販売したいんですよね、パネと頼んだ忘れた多い、だからグッズ今回頼んでるの忘れるんよ絶対、で12月のなんか届いた、 SCU な何あんのじゃんみたいになるから、あんないたなってなるから、ぜひゲットしてください、全部買ってしまった嬉しい、最高最高タクあんなが直接する、うーん、でもできるかどうかも分かんない、そのもろもろ確認だし、やりたいってだけで別にあの何の確定もないです、でもこうね求めてくださってる方がいたら検討もできるだろうし、なのでちょっとグッズはね頑張りたいなって思ってます。現地販売しにまかり来てください、ベートークなんよごめんベートークどこでもできるけど、ベートーク東京ではベートークできるけど、安否尽くしのから、確かに今残ってるさ、売れ残ってるさ
在庫ありのグッズとかさ、ね、ガラポンにしたらさ絶対売れるよ売れるよとか言っていいのね。だってもうね、事務所にあっても大変だしね。一番くじ安否、そう閉店セールやろうよ。やりたいやりたい。いい顔してたそうね、最後に貢献したいので、やっぱグッズ大事って言いますからね、知らんけどということで本当に本当に終わりたいと思います。ラストワンショーはそうだな、私物サインでもいいよサインいいよめっちゃ上から10個に1個サイン入り、サイン全然いっぱいかける、サイン全然いっぱいかけますよ、姉さん全然いっぱいかけますよ、営業できますよ今だけでしょ私のサインが売れるのは。直筆婚姻届はやばい、激ヤバ。入ってるって言いながら入ってないやつだよそれはい、で出るまで回すからなみたいな、やったら一生出ない、即完売ね、やばいね、即完売だわ、即完売するんかな、ラストワンはない実は入ってないみたいな。どうしよう、それでゲットした人売ってたらメルカリ見たら売ってたらどうしよう、1000円とかでうん、で売り切れてなかったりしたらすごい悲しいから自分で買うわ、黒歴史すぎて川本アンナのコイン届け500円とか1000円もならないかも、10円ぐらいで売られたらどうしよう、ただの紙みたいな感じで自分で買います。ということで本当に壇上を見ます。13位竹松るさん、12位チョリさん、11位ゴギザリさん、10位オカピさん、9位ピオーネさん、8位カズノリさん、7位アッチャさん、6位カワピーさん、5位ミーくん、4位ヨシココくん、3位シオリンさん、2位エルクさん、どうもありがとう。1位アンピを好きになるだけ幸せさん、ありがとう、幸せだ、どうもありがとうございました。何かしらの方に引っかかりそう、確かに絶対引っかかりそう。ということでパチパチありがとう、誰だった、ミスタラさんありがとう、お疲れ、ありがとうガストールさんありがとうございます。明日の配信は朝にするかもしれないし夜にするかも、夜はその夜は夜22時半とかになるか、朝するかどっちか、メイクしながらかどっちかです。でも朝ちょっとしとくかも、1時間ぐらい、ぜひ見に来てください、また見に来てね、ありがとう。朝なら8時9時かな、8時から9時じゃなくて8時になるか9時になるかそこら辺だよみたいな、よろしくお願いします。夜ねちょっと怖いんだよね、時間どうなるか分かんないから、おでこぴやん、朝在宅見れる、お頑張って、金曜日も頑張りましょう、明日朝ツイートやるか迷ってる、で金曜の夜にまた香川のツイートをするか朝ツイートもしてそれもするかちょっと悩んでる、どう思う、どう思うどう思いますか、朝のみなの、朝のみで香川のツイートはさせてくれないのか、香川ついたお仕事なんだぞ、全部実施、じゃあ朝のツイート内容ちょっと考えてください朝言われて嬉しい言葉を集めます、ハッシュタグアンメールでお願いします、いいのがなかったらツイートしません絶対ツイートしますね、絶対ツイートするけど最近ちょっと発想力が足りなくて、いいツイいい文面があれば、あと写真と合うやつ、写真とどの写真にするか決めてないのに、やばい、やばすぎる。
どの写真で一言みたいな提示した方がいい。提示したら写真ちょっと見ちゃうの嫌だもんね。どんな写真っていうのだけ決めとこうかな。朝言われて嬉しい言葉、大喜利、大喜利、まあツイート伸びそうだなみたいな。でも責任持って言ってね、ツイート伸びなかったらちょっとあれだよ。そう、写真なくてバリーさんで今日は昨日絡めちゃったんだよね。申し訳ない、バリーさんの力借りてしもった、しもたしもた。けどそうだな、どの写真にするかな。最近写真ないんだよね。宮島の写真使ってないかも。宮島の写真かヨーグルト、安田ヨーグルトも使いたい。安田ヨーグルトヨーグルトを絡めたものか。宮島だったら絡める必要ないんだよね。ヨーグルトか新潟のヨーグルトか、普通にライブの写真を使うか、チップくんの写真、梨の写真、もう遅い、梨の写真、梨の写真あるんだった、忘れてた、梨の写真とチップくんとの写真があります。もうチップくんがなんかね、なんとなく漏れてないんだよな。こんなんか今言ったやつでいい感じの言葉、絡められそうな言葉があったら言ってください。メイドもあるぞ、メイド、生写真がある。一本撮りたい、選ばれたら一本だよ。あ、生写真どれだ、どこだっけ、ん、あれここに入れてたんじゃないの、これ入ってないんだけど、なんで、あったわ、メイド、ハロウィンのメイド安否があります。これでもいい、メイドとかで絡められる言葉もあったらぜひ。おはようグルト、確かおはようグルト使えるね。おはようグルトプラス一言いいの組み合わせあったらヨーグルトにしようかな。ハッシュタグアメールで本当にお願いします。授業前にメイドのお土産よろしくお願いします。皆さんの面白い、皆さん面白いからさ、ちょっと期待してます。皆さんいつも面白いコメントたくさんありがとうございます。だからすごく楽しみにしてます、ツイート見るの。やりにくやりにく、ツイートしにくくなっちゃいましたね、すいません。大丈夫ですよ、普段通り、いつも面白いから大丈夫ですよいつも面白いです。いや全然気軽に、私のツイート別にそんな面白く、面白さを求められてないので、多分写真を求められてるので、別に文面を見られてないので、あの何でもいいですよろしくお願いします。ではありがとうございました。ではまた明日も会いましょう。余命10年、録画忘れないようにしような。はい。